チャリフェッショナル、うん、今回は誰が出てくるんでしょうか。 VTR どうぞ。誰だ。でーん。ここの大喜利スプリンター、大喜利系のやつ。東京都調布市。調布にあるんや。この日待ち合わせに指定された場所に向かうと。なんで呼び出すね。おはようございます。岸だ。お願いします。岸経理やん。人気トリオネルソンズのメンバー岸。下の名前好きやわ。コントはもちろん、最近では大喜利などで見せる高いお笑い力に定評のある人物だ。そうなのよ。あれ今日お仕事帰りですか。今日は休みです。今日は結婚式帰りです。うわ出た。結婚式帰り。はい。それ手に持ってるのはこれ引き出物です。パチフェッショナルで言ってたよ。大体勝負の日はこれですね。あーこれの方がね、やっぱ人を盛大に祝った後は多分自分が盛大に祝われるんで。そんなないやろ。祝われる。負けるわけないですこの格好で来て。ドガーンと当てんかな。まだ大勝ち見てないもんな。自転車の領域。そういややってなかったな。この日岸が向かったのは東京オーバル慶応閣。慶応閣、競輪でしか聞かない言葉。あ本当はディズニーランドぐらい撮ってもいいと思うんですけど、やっぱ当たれば人生変わるぐらいの配当もあるんで、そこにね1000円でも置いとければ帰り道でロレックス買えるぐらいですそう意気込み岸がまず向かった先は。合わせて今度は立てる足。さあそれだが、あれが経営特有のパットですね。はい、斜めの斜面です。このコース両端にあるカントと呼ばれる斜面。斜めやね。競輪のレースにおいてこのカントを使い繰り広げられるまくりや位置取りは勝負の見どころの一つ。上から行くか下から行くか、これでだいぶ勝負変わってくるんで。なるほど。そう言うと一礼、カントの方向に向かってお辞儀をする騎士。道が大事なんだ。あそこに神様が宿ってるんですよ。だからカントに神棚みたいなもんですよ。やっぱ来たら一礼。まあ、これは絶対難しいよね。カントが大事なんや。初めて知った。初めて聞いた。カントに一礼を済ませ予想を始める騎士。競輪は競馬やボートレースと異なり、入選する一社だけを当てる単勝や副賞は存在せず、複数の組み合わせから投票。この日慶応閣で行われるのは7社で競うレースなのだが。7社当たりそう。この競争得点が選手の強さを数値化したもので、はいはいはい、基本的には得点の高い選手が強いとされる。一番くんじゃん。出走表を入念にチェックした騎士、選んだ改名は。予想は全部1着は1ですね。お結構1通りだ。人気どころなんですよ。1で4-5が本線ね。でも1が1番に来ないともうダメね。じゃあいいね。本当は4頭とか買いたいんですよ僕は。けど自分を信じたらダメなんだ。でも1が1番に来ないともうダメね。自分を信じて何度も痛い目あってるんで、そんなことしちゃダメです。そういういらないことをしちゃダメ。自分を信じない本当に数字通りだけ。こういうところで自分を出しちゃダメやからな。今あの1536っていうあのグループが、あれがラインってやつですね。ラインを組むんですよね。これ競輪だけですね。これもようからへん。これはな。このラインこそ勝負の鍵を握る大きな要素。客室の異なる選手がレース展開を有利に進めるためのもので、所属する地域が近い選手同士で組むのが一般的。
その後ろの人が当たりに行ったりするんですよ。マジで前の人を守るために、並んで。あ、そうなん。その試合展開、残り2周までは先頭誘導員と呼ばれるペースメーカーの後ろを走行。残り1周半の鐘が鳴ると同時に一気に勝負が動き、ゴール前では熾烈な個人戦が繰り広げられる。それまでのあの2周とかもあれも大事なの？まあ、僕ボートレースも好きなんですけど、場所取りみたいな。ボートレースって第一ターンマークで大体決まるんですよ。けど競輪って最後のゴールの線ここまで分かんないですよ。ほんまに鼻差とかあるもんな。これがやっぱたまんないですよね。そして出走時刻、改めて騎士の買い目は全て白色一番車の一着付け7点。 地域のあれっていうよな、生まれてる場所みたいなな、兵庫なんとか支部とか。よし、1はどうだ。はい、先頭1が先頭取りました。あそこ取ったら勝つんちゃう。4が来た。ここで先導車がいなくなりレースが動く。あー、こっから駆け引きか。なるほど。1が逃げてるよ。1号4が、1号さんないんか。よし、ここで先導車がどきました、はい、1号4ならいいんだ。ここから1周半の勝負、果たして今からね。1が逃げ切るか。このまま、はい、ラスト。お、7ターン来た。はい、4。あーっと来た。7ターン来た。7が来た。7もう。あー、やばい、7が2着だったら終わりや。今当たってる。1、5、7、7。あ、このまま。1、7、5もダメ。このまま。あー、何5が変な。なんか内側に。1、5、1、5だったらいい。あそこ走って。赤のとこ。お願い。あー、当たった。ダメだ。1、3。どうだった。1、3、7かな。1、3、7、あ、ないわ。でも1は来たんだ。うわ、スリル。4と5を信頼しすぎたか。107倍。1が来て100倍ついてます。うわ、3と7を3着で凍てるのに。俺買ってないっすよね。結構今俺多分頭熱くなってるんで。ただの結婚式。お前買ってる可能性あるんで。そう言い、騎士が向かったのは払い戻し機。買ってる可能性あるって何ですか。おい、外れてるって。この投票券は適用されません。金するとき。金出てこん。この投票券は適用されません。なんぼやっても。投票券ずっとしてる人おるな。え、当たったんすか。いや、外れてました。自分が信じれないんで。一応確認で。まだ冷静です。当たってないと思って入れてたんで。まだ頭冷静です。あれでたまに間違えてる時あるからな。それで確認すんねや。多分皆さんからしたら50代60代見えてると思うんですけど。見えてねえよ。多分同い年ぐらいですか。あんな老ける。負けるとトップ老け込むんですよ。それを何十年も続けてるとやっぱアングラ吹けますよ、ね。まあ、逆にめっちゃ若い人が60代70代の可能性もありますから、ね、当たってて、ね、あれもうみんな定年退職した人だめっちゃ当たってるよ。だからこんなに遊べるんですよ。仕事もしないで。ここで遊ぶ子は強いね。すごいな。続く第2レースは飛ばし、入念に第3レースに向け予想を重ねる騎士。ここは人気の3番を1着固定で購入。5-7どうだったか。待った数字通りだ。これちょっと勝負なんで、ここ取らないといけないんで、ちょっと取っておきの出しちゃいます。チャンスの時間。プールで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員なら今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。
この動画の続きはここをクリック。